モンティ・ソップはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州オーランド出身。ビリーガン、キップ、ジェームスなどのリングネームで知られる。新日本プロレスに参戦経験のあるジェリー・グレイの元でトレーニングを積み、1989年にキップ・ソップのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。その後、キップ・ウィンチェスターと改名し、フロリダのインディー団体であるイー・ワフにて、 ブレット・コルトとのカウボーイ・ギミックのタックチーム、ロング・ライダーズで活躍。1993年4月、コルトと共に、WWF と契約を交わし入団。リングネームを、ビリー・ガン、コルトは、バート・ガンへと変更し、タックネームもスモーキン・ガンズと改める。入団して早々ザ・ヘッド・シュリンカーズと、長期構想を展開。百九十四年には、ヘブンリー・ボディーズとの、 構想で評価を高め、1995年1月23、RAW にて、WWF 世界タッグ王座を保持する、ボブホーリー &1 から2から3キットからベルトをダッシュした。トップのタッグ先生へと成長。応援ハートブリティッシュブルドッグ、グリムツインズと競い合い王座を通算3回獲得した。1996年11月。 バートとのタッグを解消し、長期構想へと展開。1997年2月には、WWFICO 大座を保持する、ロッキーメービアとベルトをめぐり構想するがベルトをダッシュするに至らなかった。4月より、ホンキートンクマンをマネージャーにロックンローラーギミックのヒール、ロッカビリへと変更。カントリージンガーギミックのジェシー・ジェームスと構想を開始。10月より、 リングネームをビリーガンへと戻し、構想を展開していたジェームスが、リングネームをロードドッグへと変更して、ニューエージアウトローズなるタッグチームを結成。11月24日の RAW イズウォーにて、リー・ジョン・オブ・ドゥームから、WWF 世界タッグ王座を奪取した。当時飽和状態であり、王者チームの入れ替わりが激しかったタッグ戦線において、長期防衛時、 1998年1月より開始されたチェーンソーチャーリーカクタス・ジャックとの構想においても幾度となく挑戦を退けた。3月29日、WWF 年間最大のイベントであるレッスルマニアィンにて、チャーリージャックとダンプスターマッチによる王座戦を行い敗戦して、ベルトを奪取されたものの、翌30日の RAW にて、 スティールケージマッチで再戦が行われて勝利し、王座を奪還。そして共闘関係にあった d ジェネレーション X へとメンバー入りし、キャリアのピークを迎えることになる。d ジェネレーション X として、ネーション、コーポレーションとユニット間の構想を展開する中、WWF 世界タッグ王座を通算5回獲得。シングルプレイヤーとしても活躍を見せ、 1999年6月より、引き締まった尻を誇張するキャラクターとなり、ミスターアスへと変更。同月27日に行われた、キング・オブ・ザ・リング1999では、優勝を果たし、2000年1月より、リングネームをビリーガンへと戻す。11月21日には、スマックダウンにて WWFIC 王座を保持するエデゲレロと対戦して勝利し、 ベルトをダッシュしている。12月には、スティーブン・リチャーズ率いる検閲ユニット、RTG との構想に敗れて、ミスター・アースのギミックが使えなくなり、ザワンのニックネームで活動した。2002年には、チャック・パルンボと共にゲーギミックのビリーチャックを結成。専属スタイリストのリコを従いて二度タッグをザに、つくなど人気を博すが、10月14日。 故障したことにより欠場したためにユニットは解散となった。2003年6月に復帰。ミスターアースのギミックを復活。2004年にはハードコアホーリーとのタッグで活動していたが8月31日にスマックダウンに出場したのを最後に WWE から解雇となった。WWE 解雇後2005年より岩プエルトリコ。 NWA 加盟団体である NWA ミッドアトランティックを経由し、3月より、ジェフ・ジャレットが主催するティネと契約を交わし入団。リングネームをジ・アウトローへと変更。13日の PPV デスティネーション X2005 では、ケビン・ナッシュと対戦して勝利した。4月17日、BCW にてティネに所属していた、BG ・ジェームスとニューエージ・アウトローズを再結成。 A-1& トライタントを対戦して勝利。4月よりティネでは、モンティ・ブラウンとタッグを組んで活動。6月には3リットル系と構想を展開。7月、突如として自分は BG ジェームスの兄弟であったことを発言し、リングネームをキップ・ジェームスへと変更。ブラウンとのタッグは継続していたものの最終的に11月に見放すことになり、3リットル系へと、 メンバー入り、同時にユニットネームを4リットル系へと変更。しかし、結成した直後の12月11日、PPV であるターニングポイント2005にて、チームカナ WS4 リットル系との対戦において、突如増反し、敗戦。BG とユニットから脱退することを宣言し、ジェームス・ギャングを結成した。2006年、タック戦線で活動する。 も WWF 時代ような王座をめぐった争いに食い込めず、11月よりタックネームをブルドゥーキンマフィアへと変更。2007年、王座戦線には相変わらず加わることができない状態であったが、ラックス、スタイナーブラザーズとの交渉でストーリーラインを盛り上げた。2008年1月、キップとの間において徐々に亀裂が生じるようになりをタックを解消。 4月13日、PPV である、ロックダウン2008にて BG とスティールケージマッチによる異ン戦を行い敗戦した。BG との対戦後、シングルプレイヤーへと転向するが結果が出せず8月より、ノックアウトユニット、ビューティフル、ピープルと共闘することになり、リングネームをキューとキップへと変更。ミックスマッチなどのコミック路線で、 ストーリーラインを盛り上げるが2009年12月にティネより解雇となった。2012年ティネ解雇後、2009年11月27日、フロリダ州を拠点とする CCW のミカスウッキー、メーヘム2009にニューエイジアウトローズとして参戦。ローダウンと WWF リユニオンマッチを行い勝利。2010年、ロードドッグと共に、 カナダのマニトバ州を拠点とするクエイト WFX に参戦。2011年3月5日、ニュージャージー州を拠点とする PWS のスプリングブレイクショーダウンにて、勝者は PWS ヘビー級ー王座を獲得することができる変則6人タッグマッチにて、ロードドッグ &X パックと D。 ジェネレート・オブ・レスリングなるユニットを結成して、リアリティチェック王者であるデボン・ムーアと対戦するが、敗戦し、ベルトをダッシュするに至らなかった。7月30日、ルッサにキップガンのリングネームで出場。マルコ・コルレオネと対戦するが敗戦した。8月12日、WWF や WCW に所属経験のある ICP が、ミシガン州にて主催する。 JCW のレジェンズアイコンズにニューエイジ、アウトローズとして参戦。ジャオーと対戦するが敗戦した。12月14日、NWA 加盟団体である、リングウォリアーズに、ビリーガンのリングネームで参戦し、ショーン・ウォルトマンと組んで NWA 世界タッグ王座を保持するダークシティファイトクラブに挑戦するがベルトをダッシュするに、至らなかった。 2012年6月2日、ウェストバージニア州を拠点とするアップエアのムーンストラックマッドネスに参戦。アップエア、アメリカン王座を保持するザストローに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。9月、ケビン・ナッシュが主催する BBWF に参戦。初代、BBW 界、アルバ王座争奪トーナメントに出場。9日の決勝にて、スコット・スタイナーに勝利して、 初代王者となった。2012年7月23日、r a w 戦会記念放送である、r a w 戦にて、ロードドッグと X パックと共に1998年4月27日に、WCW が、バージニア州に所在する、スコープアリーナで開催したニトロに襲撃した時の、戦闘用ジープに乗って登場。d、G、X のメンバーと久々に顔を合わせ、 往年のマイクパフォーマンスを披露した。7月、WWE の参加団体である NXT にパートタイムによるトレーナー契約を結び、WWE に復帰。12月にはフルタイムによる契約をしたことを発表。同月にはニューエイジ・アウトローズとしてハウスショーに出場。2013年3月4日、ニューエイジ・アウトローズとして RAW に登場。 プリモエピコと対戦して勝利。同月11日、RAW にて、ローデス・スカラーズと対戦するが試合途中に、ブロックレスナーの介入により襲撃されノーコンテストとなった。2014年1月13日、RAW にてヒールターンして、ザ・シールドと交想中であった CM パンクのスケットとして登場し、対戦するが敗戦。同月十六日の PPV。 ロイヤル・ランブル2014にて、WWE タック・王座を保持する、コーディ・ローデスゴールダストに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2月より、ウーソズとベルトをめぐって、抗争を開始。また、ダニエル・ブライアンと抗争中であったケインと共闘。同月28日には、参加団体である NXT にて、ジェイソン・ジョーダンタイ・デリンジャーとの試合で胸を、貸している。 3月3日、RAW にて、ウーソズと WWE タック王座を行い敗戦し、王座陥落。4月6日、レッスルマニア XXX にてケインと組んで、ザシールドと対戦するが、わずか2分で敗戦した。2015年7月25日、出場したパワーリフティングの大会でのドーピング検査で異常値のテストステロンが検出され4年間大会の出場が、 禁止となり WWE も解雇となる。WWE 解雇後、2015年11月26日、NWA 加盟団体である CCW に参戦。ケビン・ソーンと組んで、ロブ・ストリートブライアン・クラスと対戦して勝利。2016年3月18日、マサチューセッツ州を拠点とする BTW に参戦。ギャングレルと、 WWF リユニオンマッチを行い勝利。4月15日、トミードリーマーがニューヨーク州にて主催するホーの法12に参戦。サミキャラハンと WWENXT 時代のティーチャー、VS スチューデントマッチと題して対戦。最後にフェイマーサーを2回決めて勝利した。同月16日、ホーサーテ13にてブル・ジェームスと対戦して勝利。試合後に、 ケビン・ソーンと X パックが乱入する騒ぎになるが、ソーンを追い出すとジェームスと X パックと健闘を、称え合った。6月10日、サミ・キャラハンが、アイオワ州にて旗揚げした、新団体である PWR に参戦。ジョニー・ムンドと対戦。最後に、フェイマーサーを決めて勝利。8月6日、法十6にて、ランス・ホイットと対戦。最後に、フェイマーサーを決めて勝利。 9月4日、ペンシルベニア州を拠点とする力のキング・オブ・トリオス2016に参戦。10組によるタッグチームガントレットマッチに X パックと共に出場。最後に X パックがチャック・テイラーに X ファクターを決めて勝利。優勝を飾った。11月、新日本プロレスにて開催されたタッグリーグであるワールドタグリーグに吉立のパートナーとして出場。 B ブロックにエントリーして3勝4敗、勝ち点6で予選敗退となった。2019年 D ジェネレーション X として WWE 伝道に迎えられた。2019年1月よりオールエリートレスリングに選手及び、プロデューサーとして所属している。ニューエイジアウトローズ WWF 世界タッグ王座、WWE 世界タッグ王座、ありがとうございます。